皆さん、ディズニーはお好きでしょうか？どうも、ピッコリです。というかね、今回はね、ディズニーランドに向かっているんですけど、なぜディズニーランドに向かっているかというと、奥様がディズニー大好きで、子供が2人いて、なかなかね、外出できない。外出はできても、ディズニーランドに子供2人連れてね、行くのはちょっとなかなかね、難しい。まあ、ちっちゃいしね。なので、今回僕がね、こうやって動画を撮りつつ、奥様にお土産をね、買ってこようかなと思います。ディズニーランドっていうと昔ね、ダンボの乗り物が好きでしたね。くるくる回るやつ、あれちっちゃい頃よく乗ってたな。ディズニーランドのあの言っちゃダメか、あのキャラクターがパーク内にいるじゃないですか。あれがね、怖くて怖くて仕方なくて、大きいからずっと泣いてましたね。それのせいなのかな。毎日のように見てた夢があって、サーカスするようなテントで、そういうねキャラクターとかあるじゃないですか、ホラーゲームの追いかけるやつ、あの猿のモンキーなんとかかんとか忘れちゃったけどあんな感じのね夢をね昔ずっと見てた。おー、すごい魚いや、お下げるとねいいっていうよね。いやいいね。じゃあお下げ最後ね。好きな映画なんだろうな、ディズニーで。ラプンツェルって結構好きだな。あのシーン、灯籠流しの鐘楼流し、私の誕生日になるとキラキラしたものが空に上がっていくのみたいな。 250cc 止められんのかな、どうなんだろう。ディズニーランド行くと言ったと思うんですが、ディズニーランド前のボンボヤージという、ここにねちょっと向かおうかなと思うわけなんですが、先に駐輪場を探したんですが、おおすごい、トンネル入りますよ。これ海の中、おおすごい、ここは海の中に入るぞ。これ今海の中よう作るな。こんなところで GoPro 落としたりしたら大変だね。青空です。いやー、天気に恵まれている、最高だ。あ、ライコランドだ。あ、こんなとこにあるんだ。ちょっと寄ってこう。わあすごい、こんなところにライコがある。めちゃめちゃバイクの人いそう。でかさかわかんねえ。ちゃんとバイク用の出入り口があってめっちゃいい。さあ行きましょう。まだね安売りしてたりして、ちょっと欲しいなってちょっと思っちゃった。ここ左通りやってていろいろ売ってたんですよね、安いの。これとかこれとか、ちょっと欲しくなった。ロマンヘルメットなんて絶対すぐそこまで行くのにすごいいいよね、原付とかだったら。開放みたいなの置いてある。駅なんだ、ここ。公園かと思った。おしゃれな駅。まっすぐだ。いや、天気いいなぁ。最高だ。久々にこんな長旅じゃないけどツーリングをしている気がする。奥多摩以来だ。いやー、気持ちいい。いや、めちゃくちゃ楽しいと思うよ。バイクでディズニーランド行ったら。おお、見えた。あれは、名前わかんないけど有名なホテル。見えたー。ほほっ、なるっと。なんでか、わかんないよ。舞浜に降ります。ここが舞浜。わー、東京ディズニーランド、ようこそ千葉県へ。あ、ここから千葉か。ウェルカムトゥ千葉、ウェルカムトゥバーチー。今回ね、何を買うのかというとね、ディズニーのミニカーと手に入れようかなと思いまして。最近あの娘が車が好きというか、ミニカーが結構ハマってるみたいで、ミニカーをちょいちょい買ってるんですけど、まあ今回はどうせなのということでね。よっしゃー、東京方面。東京方面は右か。ここにバイク止めてんじゃん。エクスペディア、え、ここじゃん。あれ、今の子じゃないの。うん、ちょっと待てよ。こ、うわ、道間違えた、最悪。やべ、間違えた道。道を間違えてしまいました。この場所に止めちゃおう、次は。Welcome to Chiba。
帰りますよ。そう、というわけでね、ディズニーボンボヤージ行ってまいりました。バイクが無料っていうのはびっくりした。まあね、あそこを一応利用しないとダメだよということで、まあいろいろ買ったんですけど、その後ボンボヤージ行って、はい、こちらのトミカとあと人形もね娘に買っていきました。わー、気持ちいい、すげー。なので今回はねこんな感じでやってきましたけども、まああそこを利用してディズニーランドっていうのはちょっとダメかもしれないですけど、あの観覧車は一体どこの観覧車なんでしょう。葛西臨海公園、公園、あ、葛西臨海公園ってここなんだ。お菓子とかもね全然売ってなかったですね。まあ、中に入れなくても外でね楽しむこともできるかなと思いました。さあ、そんなわけでね、今回ディズニーランドじゃない、ディズニーランドの手前行ってきました。お、すげえ富士山見えんじゃん、ここから。それではベビーコーチでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。